はい、こんばんは、そらです。1週間ぶりに、やっと週末が来ました。当たり前ですね、1週間に1回週末来ますよね。横たわる君の顔に朝の光が差している。過去の重さを払おうとしてたどり着いた深い眠りを、別れようとする魂と出会おうとする魂と、ああ心より体の方が確かめられるというのか。モーニングモーニング君の朝だよ、モーニングモーニング君の朝だよ。岸田聡さんのね、君の朝という歌です。それでは、ですね、先週ですね、まあ、たまたま聞いてくださった方がね、もしいらっしゃったらあれですけど、本当にたこ焼きのね、怪談話と言っていいのか、そんな話とかね、なんかすごい話というかね、情けない話というか、自由気ままというか、わがままというか、まあ、そんな話ばっかりね、先週はしたんでね、今週も勝手気ままにやってみたいと思うんですよ。ちょっとね、電車の中でね、中学生とかね、高校生とか、まあ、あと私立小学校の生徒さん、児童さんかな、見かけますよね。でふとね、それを見てて、でなんかね、おそらく効果だろうと思われるような練習をね、小声で、多分小学生ですね、制服らしきもの着てたけど、中学生にしたらちょっと小さいしてたんですけど、効果ってね、学校のね、歌、まあ、幼稚園とか保育園はともかくね、小学校、中学校、高校、それ以降ね、まあ、大学とか、覚えてらっしゃいますかね。大体こう終業式とか始業式の時に、校庭のね、全体朝礼かなんかで歌うじゃないですか。でね、まあ例に漏れず、僕もね、そういう小中高大と、まあ、あった、まあ大学はね、ちょっと、まあ、そういうの抜き抜きにして、校歌ってね、果たして覚えてんのかなって歌ってみたんですよ。で不思議とね、僕はまともに歌ったことあまりないっていうかね、口パクというかね、大体みんな気をつけの姿勢でこうきちんと歌うのが本当は正しいんでしょうけど、僕はね、休めのだらしない格好で、でこう口パクでね、こうだ実際歌ってなかったんですよ、多分。でその割にね、なぜかね、まあ、小学校にしたら6年間ね、でね、ちょっとネットで検索してみたらね、なんかすごくちょっとショックだったんですけども、まあ、一番だけね、多分正しいと思われる歌詞がね、こう口をついて出てきたんです、メロディーも含めて。ところが2番以降は果たしてあったのかどうか、その全体朝礼、終業式、始業式で、ね、あれ大体3番とかね、4番とか、何番まであるのか分かんないですけど、全部歌ってたんですかね。で、それをね、ちょっと知りたくて調べたら、なかったんですよ。同じね、東京のね、その江東区立第二砂町小学校ってのあったんですけど、で、校歌っていうのがね、あったんですよ、ホームページに。似ても似つかない校歌で、あれと思って。途中から変わったのかなと思ったら、歴史がね、ものすごく浅いんです。で、見たらね、ちょうど僕がこう、小学生の時というのは、ちょうど地方からね、要するに、東京以外の都道府県から、どんどんこう人口がこう増えてきて、で、まあ、都営住宅等の整備がね、ちょうど進んでる、公団住宅も含めて進んでる頃だったんですよね。小学校のね、低学年、中学年
の頃なんか特にそうだったと思うんですけど、本当に決して大草でなく、もう毎日のように転校生が来てね、で、まあ、それがね、まあ、僕が覚えてる時にだいたい1年生から6年生まで1200人ぐらいいたんですよ。で、まあ、その後ね、まあ、僕らが卒業した後に、まあ、分校といっていいか、要するに人口に応じた割合でね、新しい学校がどんどんできたらしいんですね。まあ、そこまではちょっと聞いたことあるんです。で、まあ、僕中学は地元の中学じゃないところに行ったもんですから、その地元のことがねちょっとよく分かんなかったんですよ。で、それがね今度は少子化を迎えて、なんか2つか3つが合併してね、新しい名前こそその高等区立第二砂町小学校っていう名前なんですけれども、歴史がもうガラッとそこから刷新されてるんですね。で、2校か3校を合併してできた割にものすごく少ない、昔の確かも3分の1か4分の1ぐらいの生徒数、まあ、児童数だったんですよ。で、校舎もね、校歌もね、昔はこう歌ってて恥ずかしくなるようなねところがあったり、あるいは戦前からの校歌の場合には、まあ、いろんな学校でね、いくつかその校歌を変えましょうなんて、いろんなそういう反対運動とかね、署名とか起きたこともあったらしいですね。うん、戦前の教育を引きずってるとか、まあ、そういうような、こともちらちらと昔耳に聞くことあります。で、まあ、そんな校歌がね、あって、まあ、小学校中学校高校大学とね、その校歌、まあ、弾き語りでね校歌ってもらうんですけどね、夢のかけら。夢のかけらは命のかけら、悲しく涙も出ない夜ならば、笑ってしまおうかけらを拾い、命のジグソー描いてみよう。憂いに寄り添えば少しは優しくなれるのかな。明日のことは誰にもわからない、だから明日を描いたピースを探してみようか。夢のかけらは足元に散らばってる。大切に手のひらに乗せて、ありがとうとつぶやいてみる。少しは笑顔になれるかな。明日のことは誰にも読めない、欠けたピースが何かもわからない。命のジグソーを夢の呼吸を、涙も出ない夜はただ歌いたい。無意味の意味が少し顔を覗かせてくれるのかな。白い何もないキャンバスに命のかけら、夢のかけら、この指先でなぞってみようか。
優しさの香り、ぬくもりが残ってる。大切に手のひらに乗せて、ありがとうとつぶやいてみる。少しは優しくできるかな。大切に手のひらに乗せて、ありがとうとつぶやいてみる。少しは命が微笑むかな。夢のかけらという歌です。最後うーんなんてなんとなくを入れてしまったのはね、この週末を迎えた、喜びの現れって、やつでしょうかね。うん、あのね、その、まあ、校舎のね、あの話なんですけどね、小学校のね校舎、校歌ね、校歌、ごめんなさい、校歌ですね。あのそこをねちょっとね、この口を歌ってみたんですよ。でね、どんな歌だったかっていうとね、なんていうか、歌ってみて口をついて無意識に出てくることって多いじゃないですか。でまさにね、あの途中からどんなんだっけって言われたら多分答えられないような状況だと思うんですよ。でそれがね、まあイントロ、効果でイントロ、まあブラスバンドとかね、こうあったのかな、あったのかもしれない。あのちょっとね、どんな効果かというと、今弾き語りもねあれですから、コードわかんないですもんね。朝日は昇る、荒川包み、サイレン響く。サイレンっていうのはね、これ町工場が多かったんで、工場のサイレンのことなんですよね。サイレン響く、夜明けの街に、みんな元気で足並み揃え、足並み揃え。このね、足並み揃えっていうのがね、まあ、みんなでね一緒に仲良くしましょうっていう意味も、まあ、もちろんそういう意味なんでしょうけど、もう一つね、当時ね、足並み揃えっていう言葉に過敏反応をしたね、大人たちやもいたんですよ。うん、まあ確かにね、足並み揃えっていうのはいろんなこう受け取り方、そのね、時代時代、年齢のね、方によってありますよね。あれ、どっちのちょっと、足並み揃え、明るく伸びよう、ニスナーの良い子。自分でね、良い子ってね、だいたい小学生ってこう、中にはいるんですよね、元気にね、歌う良い子が。で、僕、良い子じゃなかったから、口パクでね、で、特にこのね、明るく伸びよう、っていう時になんかこう休めの姿勢でね、なんか片手にポケットね、このあれ片手にポケット違うな、ポケットを片手に入れてね、まあ片手をポケットに入れてね、ちょっと斜に構えた感じでね、こうね、なんていうか恥ずかしいんでしょうね、結局ね。まあ僕のね、突然僕話が変わるんです。変わりますよって宣言をねしないことも多いのでね、僕のねおふくろは10月でね、この13回忌迎えたんですけど、で、まあ小学校のね、今話してなんでこんなになったかっていうと、なぜかね、僕のね、父と母もね、母は他界しましたけど、2人ともね、西砂小学校の同級生なんですよね。まあ、それほど古いんですけど、まあ、集団疎開とか東京大空襲で焼かれてね、どっかの
地方にね集団疎開行ったらしいし、で防空壕とかもあったのかな、とにかく父も母も田舎がないですから、田舎がある人は田舎に帰ったんでしょうね、まあおじいちゃんおばあちゃんのところにね。だけど父も母ももう代々ねこの東京の下町育ちなんですよ。で集団疎開でねこの行ったっていうのがあって、だから父がね聞き歌い、そしてその効果とね僕と同じ効果だったんですよ。だからねさっきの足並み揃えじゃないけども、なんていうか、まあたかが歌って言ってしまえばそうなんだけども、そこに残るその戦前の教育がっていう思う方たちもいたんでしょうね。でおふくろがね病気で死んだんですけども、まあ、最後日記をつけてた日記の最後のページにね父に宛てて、もう一度生まれ変わってももう一回、あなたと結婚して、で同じ子たちを見たいんだっていうことが書いてあったんですよ。で、そんな歌をねちょっと今思い出したんで、まあ小学校の校歌から思い出しちゃうのすごいですね。この連想というかね、かなり間が抜けてもねこう一応つながってるんですけどね、ありがとうあなたという歌です。白い光に包まれて私は旅立つ、私を見送るあなたの拳は固く握られていた。その唇はかすかに震えてる。閉じられた瞳の奥にポツンと光が落ちた。もしも生まれ変わることができたら、私探すわ、もう一度あなたを。そしてあの子たちを生みたいの。コージーケンジヒロユキ、今度は母を置いていかないでね。あの子たちにそう伝えておくわ。ありがとうあなた、さようなら。ありがとうあなた、さようなら。ありがとうございました。途中でね出てくる浩司健二博之はね、僕は浩司、本名浩司です。そして先にねおふくろよりも先に病気で死んでしまった健二、そして三男の博之というね、ことなんですよ。なんていうかね、あなたっていう歌がね、僕のオリジナルにはね多いんですよって話を前にしたんですけど、別にその前からねこうちゃんとこう聞いてくださってる人とは限らないんでね、なんてアバウトな、そのあなたってつくの中でね、あいうえおのあとね、なにぬねののなとね、それから立ちつてとのたで、あなたっていう
まあ、あの語呂合わせなんですよ。で語呂合わせなんですが、本当に思いつきでふっとそんなにね、あのふざけた、まあ、ふざけてはいるんですよ。でもね、なんとなくこう作ったあなたあいうえを何ぬねの立ちずでとうで語呂合わせで作った歌が、数ヶ月前にねたまたま思いつきで歌ってみて、でまあ3部コーラスぐらいにしたのかな、多重録音して、でそしたらね、まあ、そんな歌って自分で作っといてそんななんて言っちゃいけないんですけど、そのねあの歌が、なんかね自分でもね妙にこうレトロチックというか、小さい頃ねこのラジオからこう流れてきそうな、あの悲しくてやりきれないとかね、あのああいうフォーククルスラーズみたいなあんな感じのこの匂いというか香りというか、そういう雰囲気がねあるんですよ。まあ僕はねそんな気がして、でそのせいかなと思うんですけども、大体ね、オリジナル曲なんていうのがねそんなにこう、例えば、それをねあの YouTube っていう、まあ、無料サイトがあるんですよね、まあ、ご存知の方も少なくないと思うんですけど、そこにねこのあなたっていうのをアップしたんですよ。で、まあ、能楽器じゃないですけど6、7年代風のフォークソング風みたいな感じのことを、まあ、書いたんですけど、まあ、それは影響ないのかな、再生回数とかね、この聞いてくださってる方がものすごく多いですよ、結構多くてね。で僕めったにね YouTube って自分で何かこうアップロードするとき以外はほとんど開くことないんですけど、びっくりしました、ね、そのあなたへっていうのね、ごめんなさい、僕ね何カップかちょっと忘れる、これかな、あなたへってあいうえを書きく、あ違う、ごめんなさい、それじゃあ赤あかんですよね、あなた、ちょっとね聞き取ってっていうかね、ちゃんとあいうえをなにぬねの立ちつてとになってると思うんで、もし途中で歌詞が思い出せなかったらごめんなさい。会いたくなかったらいつでもあなたのうちへ遊びに行きます、笑顔で迎えてください。お元気でさよさようなら、泣きたくなっても似合わぬ顔なら濡れた瞳は隠します。願いを込めて歌います。野の花が咲くように咲くように。たぐタイトから小さな心が紡がれてゆく、なんだっけ、タグタイトから小さな心が紡がれてゆく、ごめんなさい、だだだ、手を振る私の心も揺れてた、遠い空懐かしく
懐かしく、お元気でさようなら、さようなら。はい、すいません、今日ね会のね中で、ああ、あなたか、あなたならね、これ歌えるな、あゆよ立ち捨てと何でだしね、大丈夫だろうなって思っといて、これですからね、たぐった糸から小さな心が紡がれていく、その次なんだったかな、ちょっと後でね YouTube を自分で見て確認します。あなたといえばね、もう一つがまだあるんですけど、このあなたへっていう歌があるんですよ。でさっきね、小学校の校歌を歌ったんですけどね、中学校の校歌はね、でこれもね中学校の新設、なんて言うんだろう、刷新されて、校歌がね、あれだったかな、校歌は変わってなかったのかな、だからね、中学校の校歌はね、し塩の囲めて希望を込めて、受けよ朝風、学びの窓に花の純情燃え立つところ。このね、花の純情燃え立つところっていうところね、僕フレーズよく覚えてるんですけどね、これ歌うときことさらね、こう唇のね左側あたりをこうニッとやってね、シャに構えてね、要するに照れくさかったんでしょうね、この思春期の少年たち、少年にとってはね。花の純情燃え立つところ、伸びゆく若き我ら、大体ね中学生が若いのは当たり前なんですけどね、まあでも中学校の校歌だからね、伸びゆく若き我らあり、深川山中栄えある母校を、このね最後の栄えある母校だけはね、元気にね男子生徒はよく歌ったんですよ。でね、まあなんとか言うまでもないんですけどね、このオチは、ハゲある母校、もうハゲある母校ってね、なんていうか本当子供ですよね。あなたへ、もしもあの道を選んでいたらと、時の流れが心揺らす時もある、遥か遠く優しいその笑顔は、今でも輝いているから、苦しみと言えることない悲しみの重さは、大切な人を失うたびに知る、ぽっかり開いた穴、痩せた体をいつしか強く温かく、歩まぬ道の先を思えば、永遠に道の光が眩しい、締め付けられる思いは小箱の中で微笑むよ、口に出せぬもう一つの未来のあなた、思い出は命果てるまでそっとしまったまま。ねえ
なたが寄り添った足元の幸せも悲しみもいつも支えてくれていたはずだよね。手のひらをそっと開いてごらん。あなたの命が笑っているから、あなたがあなたに生まれた奇跡を今感じてほしい。笑い声も泣き顔もあなたの優しさの輝き、あなたがあなたに生まれた奇跡を大切にしてほしい。笑い声も泣き顔もあなたが生まれた輝きだから。はい、ありがとうございました。ね、あなたへというね、For You という歌です。この歌ね、2年ぐらい前でしたか、でしたかっていうか、まあ、少なくとも1年半以上前ですよね、作った歌なんですけどね、ちょっとね、その時出来たての時にね、メモ録って言うとちょっとあれですけど、まあ、歌ってこう衝動的にというか、まあ、ある意味リハビじゃない、アドリブ的にできるじゃないですか、まあ、できるんですよ。こうね、譜面五線紙を出してね、ペンを出してね、ギター出してにらめっこして、さあメロディー作ろう、曲を作ろうと言ってできるもんじゃないんですよ。で、人にもねよるんでしょうけど、僕の場合はね、詩と、メロディーがね、ほぼ同時にできて、で、なんかできてっていうかね、正確に言うとね、なんかこう頭の中に浮かぶんです。で、浮かんだものをなんかこうスーッとこうふーっとやってみると、なんていうか歌い出してみると、不思議とねその続きが出てくるんですよ。で、っていうか出てくる時ですけどね。で、その時はね、なんかこうこれっていうことじゃないんですけど、漠然と頭の中でイマジネーションがあるんでしょうね、まあ、ちょっとね大げさな言い方をすると、天から降りてくるっていう言い方を僕よくするんですけど、で、そういう時はね一気に最後までできてしまうんです。で、歌い終わってから今のいいなと思ってもう一回歌おうと思うと今度忘れちゃってるんですよ。だからね、だいたい僕いつもまあ、3,000円ぐらいのこの安いね、この、まあ、ウォークマンにちょっとメモ録機能、会議のね記録用機能がついてるみたいなね、そんなんで録音してみたり、まあ、たまたま、まあ、お手軽のポータブルのねこのマルチトラックレコーダーがあるんで、まあ、そこでこう録音してみたりして、あ、いいなと思って、で、まあ、2番の歌詞をねなり、他のフレーズなりつけてるんですけど、今のね、まあ、曲の前に説明すればよかったんですけど、まあ、過去のねこの振り返れば選択肢の連続ですよね。あの時ああしていたらこうしていたら、その連続が今の自分を作ってるんですけども、いわゆるこうなんていうんですか、曲っていうのはこの A メロ B メロそしてサビがあってっていう感じのパターンがね割と多いじゃないですか。で、また2番もね A メロで、まあ、サビにつながる B メロがあってサビがあって、で、まあ、例えば間奏があって、でそこ B メロあたりからまたサビに入るとかね、いきなりサビに入るとか、まあ、よくあるパターンっていうかね、オーソドックスな一つの雛形みたいなとこあると思うんですけど、あなたへっていう歌はね、厳密に言うと一つとして同じメロディーがないんですよ。まあ、もちろん似てるメロディーはねありますけど、でそういう意味で1コーラス目2コーラス目例えば A メロ B メロっていう区分けがねもしするんであれば、 A メロ B メロ C メロ D メロみたいになっちゃって、最後の方にねちょっと繰り返しっぽいのあるんですけど、それもねちょっと同じメロディーじゃないっていうかね、まあ、そういう歌でした。
まあ、これね事前に話したところでねどれどれって言って聞く人多分いないと思うんでね、まああれなんですけど、で僕ね相変わらずなんですけどね、こう話しててね、じゃあ次のね曲の前説かってと全然関係ないんですよね、言えないよ笑いすぎた君が涙細い指で拭ってる、その笑顔に会いたくて僕はおどけるのさ、もう全部隠さずに打ち明けようと何度もしたけれど言えないよ、好きだなんて誰よりも君が近すぎて悲しいよ、夢だなんて君に届きそうな唇がほら空回り、一つ前の恋の話いつか僕に話したね、安心して頼られるたびに弱気になる、ああ君を誰かにねさらわれたなら耐えられないくせに言えないよ、好きだなんて誰よりも君が近すぎて言えないよ、恋だなんてお互いを知らない季節に時を戻せたら、君を嫌いになる理由を100まで数えるけど、もう一人ぼっちの夜が来ると強がりまで振り出しさ、言えないよ、好きだなんて誰よりも君が近すぎて悲しいよ、夢だなんて君に届きそうな唇がほら空回り、言えないよ、好きだなんて誰よりも君が近すぎて会いたいよ、今日も一人瞳が君のこと抱きしめるから眠れない、はい、ありがとうございました。郷ひろみさんのナンバーですね。
言えないよという歌です。この、ね、歌はね、確かに昔からね好きだったんですけど、でもね年を経てね、でこう歌詞がね、昔から口が覚えてたはずの歌詞が心に響くことってあると思うんですよ。まあ、そんな曲の一つなんですね。で次の曲はね、もっともっと何て言うんだろう、耳の奥に鼓膜を振動し、記憶の中枢に残っていながら、そして歌のタイトルがよくわからないですね。でそのままなぜか口をついて、まあ結果的に歌詞はね間違ってたんですけど、結構覚えててね。でそれがね、去年か一昨年か、去年なのかな、ちょっと分かんないです。一致したんですよ。文部科学省というね、間違えました。労働省、今厚生労働省ですね。はい、いいですね。何を言ってるんですかね、親父。このね、シーンとしらけた雰囲気も、あるいは中にはクスッと笑ってくれてる方がね、いたとしてもわからないところへ。だいたいね、このパソコンね、この開いてますでしょ。そうするとね、僕ね、パソコン見えてないんですよ、全く。で、見えてない理由の一つはね、まあ目が悪いからなんですけど、もう一つはね、まあだいたい歌詞、歌ってる歌詞のページをこうね、そんなに綺麗に僕整理整頓してないので、まあ、開いてるとは限らないとはいえ、一応ね、ミニというか、その譜面台らしきものを出してるわけですね。で、そのインターフェースから、そのマイクを、このギター用と、ボーカル用とつないで、そしてパソコンに接続するわけですよ。インターフェース経由でね。で、そこから、一応ね、これをこう、録音、まあ、しないときもあるんですけど、今、録音もね、記録をね、この音源取ってるんですね。で、それはマリストラックレコーダーをこう経由して、でそうするとね、パソコンというのははるかこう前方というか斜め左方向に追いやられててね、でこうライブ開始っていうのあるじゃないですか、まあ、あるんですよ、まあ、そういうのを押して、でそこから先はもう見えないですね。マウスがねちょうど離れたところにあるんで、マウスをこちょこちょっとこうやることできるんですけど、落ちちゃったらたまんないですよね。これもう落ちてるのね分からずにね、よくありません、そういうの。電話とかで話してて、で相手のね相槌がないなと思いつつ一生懸命熱弁を振るって、で気がついたらね、なんか電話が切れててね、電波の不具合とかでね、まああんまないですかね。でどうでもいいお話がね僕は得意なので、またわけのわかんないその労働省、もうごめんなさい、労働省、労働省ですね、カタカナで本当労働省ですね。その歌をね、この歌、これ歌詞をね、本当に好きな個人的なことでね、個人的なというかね、趣味のね、話で申し訳ないんですけど、できればね、聴いてくださる方ね、今何人ぐらい聴いてくださってるのかね、ちょっとよくわかんないんです。パソコン全然見えないんで。まさか僕一人でね、こう喋ってたりしてね。まあ、それはそれでいいですよ。こうリビングで一人でやったりするの好きですから。でももしね、この入ってこられたりしてね、その都度こんばんはとか言えなくてごめんなさい、こんばんは、決して手抜きをしてるわけじゃないんです。今度ね、もっと身近にこう見えるようにね、ちょっと工夫します。接続とそのパソコンテーブルとかその機材を置く関係でね、どうしても奥の方に追いやられてしまうんですね。で、まあ、仮にほぼ目の前にあっても多分僕ね見えないと思うんですよ。ノート型のパソコンね、ちょっと小型なので。じゃあその労働省っていう歌をいきたいと思います。いいんですよ、この歌、女性目線なんですけどね。ね、途中のね、まあ、早く歌えっていう感じですね。すいません。映画館のロビーであなたの笑顔を見てしまいました。私にではなく誰か知らない人に注ぐ微笑みを、パンフレット持つ手が震える私の目の前、
通って二人は腕組み赤い扉の中へ消えて行きました。ベルが鳴っています。私の愛を脅かすように明かり消えました。泣いてもいいと教えるように。忙しくて会えないあなたは電話でそう言ってました。私にごめんとすぐに謝ったのはこんなわけですか。冬の海を見せたい私の心に届いた絵はがき。あなたの後からついて行こうと決めて2年過ぎました。幕が閉まります。あなたの愛も終わりでしょうか。明かり灯ります。私一人を映し出すように。映画館の外にはいつものざわめき。見慣れた街角、あなたと私に続く物語だけ今は大事です。明かりが消えた、泣いてもいいよって教えるように明かりが消えた、このフレーズがね、うーんって感じですよね。一人でやったって感じですか。このね、歌っていうのは幸せの絶頂の歌よりはね、なんかこうそういう悲しい歌がね、多いんですよね。 M という歌を。いつも一緒にいたかった、隣で笑ってたかった。季節はまた変わるのに、心だけ立ち止まったまま。あなたのいない右側に少しは慣れたつもりでいたのに、どうしてこんなに涙が出るの。もう叶わない思いなら、あなたを忘れる勇気だけ欲しいよ。今でも覚えているあなたの言葉、肩の向こうに見えた景色さえもそう忘げ。星が
るように自然に消えて小さな仕草もはしゃいだあの時の私もいつも一緒にいたかった隣で笑ってたかった季節はまた変わるのに心だけ立ち止まったまま出会った秋の写真にははにかんだ笑顔ただ嬉しくてこんな日が来ると思わなかったああまばたきもしないであなたを胸に焼き付けてた恋しくてあなたの声聞きたくて消せないアドレス M のページを指で辿ってるだけ So once again 夢見て目が覚めた黒いジャケット後ろ姿が誰かと見えなくなってゆく So once again 星が森へ帰るように自然に消えて小さな仕草もいつまでもあなたしか見えない私も はい、M という歌ですね。で、M という歌を歌うたんびにねあなたと私がねどっちに右側にいたのかって、昔と今と悩んだんですよって話をするんですよ。何度も聞いてる人はねああまたあの説明かと思うでしょうし初めてお聞きになった人はん何何何どういうことどういうことって思うかもしれないんですけどね、まあ割愛しちゃいますね割愛、はしょっちゃいます。1時間半とかねこの歌ってるんですけどもYouTube っていうねそのサイトをね僕のチャンネルなんですよ。で、まあ、たまには、まあ、たまにはって自分のチャンネルなんで自分が管理してるんですけどそこでねもし僕の記憶が間違ってなければ2回ほどねこのライブのね配信してるやつ録音、まあ、してない時はですけどしてた時のねやつをアップしてるんですよ。1時間半近くあるんですよね。何日の何時から何時までって書いてあるんですけど、でもしねよろしかったらねその時の聞いていらっしゃらない方1時間半ですからね、まあ、飛ばしていいですけどその中でねその M のねどの部分にね昔どう思ったけど今どうなんですよなんていう話をねこのしてます。してるんですね。なんていうんですかちょっとむせちゃってあれなんですけどでねさっきの校歌のね、話なんですけど高校はっていうとね高校はねちゃんとあったんですけどなんかびっくりしたんですよ。その高校を検索したらねなんていうかテレビでね扱われててでその扱われてたテレビの放送をね、まあ、どなたかがあれは何だろうなんかテレビの画面を撮ったのかな
それとも録画したのをアップしたのかちょっと分かんないんですけど、まあ、要するに題材はね、生徒が歌うことができない南極、南極といってもね、寒い寒い白熊がいるとこじゃないですよ、北極の正反対のね、南極、難しい曲です、言わなくても分かるよって。そうですね、でも難しい曲なんだそうです。で実際ね、確かにそうなんです、男女共学だったんですけどね、男性の、まあ、男子ですね、懐かしいですね、男子体育座り、男子生徒とね、女子生徒と交互に歌うところとかあって、で昔そうだったかどうか覚えてないんですけど、そのテレビ番組ではね、混声4部コーラスになってて、でおよそね、始業式とか終業式とか卒業式にね、歌えるようなっていうか難しかったですよ、確かに。なんというか、でね、そう思い出したんですけど、あの朝礼あるじゃないですか、やっぱりね、始業式終業式歌ってまして、で女性のパートはね、なんか女性が歌、まあ、女子生徒が歌ってね、で男子のパートはその男子学生、男子生徒が歌ってたんですよ。ところがね、こう並んでるじゃないですか、並んで朝礼の時にね、でたまたまね、出席番号順だったか何の順番だか、僕のね、すぐ後ろにね、合唱部のね、男がいたんですよ。僕はね、学校ではね、剣道とね、剣道部だったんですよ。で剣道とね、あとはまあ言わずと知れたギターを弾いてね、やってる不良の巣窟みたいに言われ、まあそんなことは言われてないですかね、まあ髪の毛を伸ばしてね、剣道やってるくせに剣道部は坊主だって言っときながら髪の毛長髪にしてね、ギター弾いて、うん、まあフォークサークルというかミュージックサークルというか、それをねやってました、うん、で戻りますけど、その後ろにね合唱部の男がいて、でそしてそのまた横にね、僕のちょっと後ろかな、まあ、まあ横ですかね、隣に女子生徒の列があって、そこにまたその合唱部のいたんですよ。それがね、また大きな声で張り切って歌うんですよ。こうなんていうかね、こう口をわっ、大体合唱とかね、ああいうオペラの人ってすごく大きな口開けません？で特にね、なんか分かんないですけども、前でね、特に女性かな、なんか手組みますよね、あれなんか意味があるんですかね、声が出るような、でよく分かんないんですけど、ちらっと見るといつもね、その女子生徒がね、同じクラスですよ、この確かね、僕の曲に言うと手を組んでね、でこう途中途中こう前のめりにね、こうなんていうか、こうキツツキが木を叩くように、なような動きをしながらね歌うんですね。で後ろの男がまたね、こうハキハキと歌うもんだからね、こう唾がともう僕のね、このうなじにかかるんじゃないか、まあ、うなじで髪の毛長いですからね、僕ねすごく長かったです、かからないですけどね、まあ、そんなへりくつはいいんですけど、とにかく唾が飛んできて、もうほんと張り切ってね、もう横と後ろで歌われてね、僕はね、確かに自分のね、高校の校歌ですよ。でもね、なんかなんていうか、こうあんまりハキハキとね張り切って歌われてるこの2人がね、まあちょっと恥ずかしくもあり、誇らしくもあり、羨ましくもあり、まあ同じね、その歌のねサークルと言いながら、なんか違うんですよね、うん、まあそんなこともありました。でですね、そういえば、そういえばね、そういえばですよ、昨日ですね、昨日、ライブでね、ここで何度かね、試しなんて言っちゃあれなんですけど、小田和正さんのね、このオフコースですね、そのね、確かなことをね、この何度か歌ってんですよ。で、まあ、歌ってはいるけど、別に、まあ、歌ってるだけでね、その YouTube っていうところにね、このアップしようとかっていうつもりで歌ったわけでもないし、まあいずれはアップしようかなとはもちろん思ってましたけど、まあ、そしたら音楽仲間がね、昨日一昨日だったかな、アップしたんです。まあ女性のね、ユーザーさんの音楽仲間なんですけどね、なんかすごくいい感じなんですよ。まあその弾き語りでね、確かなことを聞いてるのももうね、まあ、僕初めて、まあ、原曲以外ほとんど聞いたことなかったので、あと、まあ、インストルメンタルでね、動画をつけてアップされてるユーザーさんもいて、それはまたねいいんです。歌はね、歌詞とメロディーの究極のコラボレーションと思いつつ、でもまあああいうね、インストルメンタルでのあれもありかなって、でそういうのがあったりね、まあ、その女性ユーザーさんのねカバーがね結構良かったんですよね。多分オリジナルキーだと思うんですけど、去年のね、クリスマスの約束の彩香さんのカバーっていうかね、まあ、そこがちょっとあれなのかな、モチーフになったのかな。まあ、そのユーザーさんね、さっきのね、僕のあなたへっていう歌をね、
カバーしてくれてね、これがまたいいんですよ。まあこうね、本当に僕のね歌何人かねカバーして、赤いノスタルジアって僕いつもね歌ってる曲があるでしょ、まあ、あるでしょって、はいはいはい、あれねなんて思う人ばかりじゃないんですけど、そのね赤いノスタルジアもね、まあ、僕一回歌ったことあるんですけど、そのやっぱりその音楽仲間のね、その女性のシンガーソングライターの方がね、僕の赤いノスタルジアカバーしてくれたことがあって、でそれがまたいいんですよ。なんていうか自分のねこの作った歌をね歌っていただけるっていうことはもちろん嬉しいし光栄ではもちろんあるんですが、でもね、結果的に本当に良かったしすごいなって思ったからこうやって堂々と言えるんですけど、変な風にカバーされちゃったらちょっとショックじゃないですか。まあなんでこんな風に歌うのって思ったとしても言えないと思うんですけどね。でも本当にね、あいいなと思ってね、なんか、僕よりいいじゃないかってちょっと思ったりしたんですね。あなたよ歌ってくださった、シンガーソングライター弾き語りさんもね、それから赤いノスタルジアを歌ってくださった方もね、まあ、両方とも YouTube でね、一方は持ってないかな、まあでも結構ね他の方がアップされて歌ったりしてるんですけどね、いいですよね、女の人がねこの歌う、この小田和正さんすごくいいなと思って、この雨上がりの空を見ていたってやつですね。歌わないです。なんかね、いかにも歌いそうな素振りをすなーみたいな感じですけどね。じゃあこれをね、行ってみたいと思うんですよ。クリスマスがね近づいてきましたからね、杉山清貴さんのね最後のホーリーナイトっていうのをねこう歌ってみたいと思います。ビルの影をとったってごめんなさい、何をやってんですかね僕。ちょっと意味不明の噛み方しましたね。ビルの影を青く映した金色の氷のリンクに、クリスマスキャロルが流れるトワイライト、まだ月と急に見上げたね、昨日ついた君のカード謎かけるように思い出の夏の写真さ、 Last Christmas for you 本当に好きな人と最後のイブは過ごしたいと書いたね、 For Christmas Eve for two キャンドル消して君は忘れられない夜になる時の中で髪を解いた、夜空埋める鈴の音だね、粉雪が静かに降りてく、細い指は窓辺にかざし、大切にすると泣いてたね、君が夏に見てた夢に今答えをくれない僕が
悲しかったのさ。 Last one sweet memory、 君のドレスにサザンウィー、光るシャンペングラス、左手に踊ったね。 Last one's a dream for two、裸のままの言葉話してくれよ。僕を傷つけること怖がらずに。 Last Christmas Eve of you、 本当に好きな人と最後の一分は過ごしたいと言ったね。 Last dance was for silent night、 この夜が明ける頃、大人のドレス着替えると知ってたよ。 I'm so sorry babeLast Christmas Eve of you、 小さな影が街に消えてゆくまで、窓辺でそっと見てる。 Last Christmas Eve of two、 新しいそのドレス、とても似合うね。眩しさに目を細め、 So Merry Christmas You、 Merry Christmas to You、 Merry Christmas、 Merry Christmas って言えたらいいですよね。本当にクリスマスイブにね、こうやってメリークリスマスなんてこうかっこよく言えたらいいんですけどね、僕の場合はね、多分メリースごめんなさい、また噛んじゃいました。メリークリスマスって言った時になんちゃったりね、こうするんです。なんかこうね、照れ隠し神隠しってやつですね。余計な一言のためにね、何を言ってんのかよくわからなくなるということがね、往々にしてあるわけですよ。で、まあ、クリスマスのね、曲も出てきたことですし、まあ、出てきたって僕がね、歌ったんですから、このね、せっかくですから、このね、こんなのをクリスマスと関連付けるのもなんですが、シクラメンってクリスマスの時期でしたっけ？時期でしたっけって。そうですよとか違いますよとかね、こうそうそううんとうなずくとかね、ライブハウスとかね、ライブカフェとかね、コンサートホールとか、コンサートホールとか、まあ、客席がね、ちょっと薄暗くてもこう見えるんですよ、こううなず、なんかそういう対話がね、対話、この言葉なき、声なき、まあ、たまには声の交わし合いもありますけど、そういうのがね、結構僕好きなんですよ。でお客様のね、顔をこう、見ながらね、なんて言うんだろう、まあ大体 MC っていうのはこの モデルチェンジの MC じゃないですよ。ね、なんかなんもう MC いっぱいありますよね。マスターオブセレモニーっていうんですかね。まあこういうね、司会進行役の途中のおしゃべりのこと MC って、あれ今何の話でしたっけ？あ、そうそうそう、そういうね、そうシクラメンって、まあ、クリスマスのなんかそういうイメージがでも違うのかな、どうなのか分かんないです。うん、でもなんか冬によくね植木鉢見るような気がするんですけどね。シクラメンのね香りというこの小倉圭さんのね歌、あ、大好きです。そして布施宏さんが歌ってるこの歌も大好きです。
シクラメンの香り。カホリって書くんですね。なんか小倉圭さんのね、奥さんのことを歌った、奥さんのことっていうんですか、奥さんへっていうんですかね、だそうですよ。なんか音楽仲間からね、この教えていただいて、あ、そうなんだと思って僕初めて知りました。そのね、小倉圭さん作詞作曲、布施明さんがね、歌って、まあ小倉圭さんも歌ってますけど、なんか弾き語りでね、一度はね、ギター弾く人は歌ったことあるというか弾いたことある曲だと思うんですよね、昔ね。真綿色したシクラメンほど清々しいものはない。出会いの時の君のようです。ためらいがちにかけた言葉に驚いたように振り向く君に、季節が頬を染めて過ぎて行きました。薄紅色のシクラメンほど眩しいものはない。恋する時の君のようです。木漏れ日浴びた君を抱けば寂しささえも置き去りにして、愛がいつの間にか歩き始めました。疲れを知らない子供のように、時が二人を追い越してゆく。呼び戻すことができるなら、僕は何を惜しむだろう。薄紫のシクラメンほど寂しいものはない。後ろ姿の君のようです。暮れ惑う街の別れ道にはシクラメンの香り、虚しく揺れて季節が知らん顔して過ぎて行きました。疲れを知らない子供のように、時が二人を追い越してゆく。呼び戻すことができるなら、僕は何を惜しむだろう。
クラメンの香りという歌ですね。もうね、効果のね話、今日は効果の話ばっかりしてますね。でね、その結局高校の効果はね、その後ろとね隣にこの合唱部が張り切って歌ってたからね、覚えてんですよ、なぜか。でしかもね、悔しいことにね、その後ろにいた男とね、横にいたその女子生徒のね、あの声と横顔まで、もう何て言うんですか、口をね、これ以上開かないって、こう あいうえ、もう正しい発音っていうんですか、もうそれで歌ってるんですよ。全部僕は正しい発音とね、あのコーラス的なね、あの正しい歌い方っていうのがね、僕どうもね嫌いって言ってたら失礼なんですけど、嫌なんですよね。なんかこうボソボソっと歌うわけじゃないんですけど、なんかね、でもね難しいです、すごく。で難しくてね、このネットで調べたんですよ。で歌詞自体もね、本当に昔の言葉でね、よく分かんなかったんですけど、で、まあ、これね、あの結論から言うと、男性女性2人がいないとちょっと歌いにくいっていうか、女性のパート歌ってもいいんですけど、ちょっとね、まあ、弾き語りにちょっと馴染まないかなっていうのもあるし、まあ、アカペラで撮るにはね難しいんで、ちょっと、まあ、もう少しね、まあ、誰も聞きたくないですよね、別にね、まあ、効果でね。で、C のコードっていうのは効果、あのこれ効果なんつって、もう突っ込みようがないですよね。あの仮にそばにね、どなたかがいらっしゃっても、それは効果って突っ込みにもならないというか、ダジャレにもならないというかね、こんな自分が結構嫌いじゃないんです。ハーモニカをね出してね、そう、せっかくね、あの今日はねちょっとね防音じゃないんですけども、あのなんていうんですか、このマンションのね、この結構分厚いこう窓をね、中あのピアノとかね、この弾いていいような、弾いてよって真夜中に弾く人はまあいないんですけど、まあ防音、まあ、どちらかというと防音のね、その部屋というかね、まあリビングというか、まあそこでね、この、まあ、今一人なもんですから、ちょっとやそうと熱唱してもね、この間ね夜ね、玄関側の部屋でね、こう抑え気味にささやくように歌ってる時にちょっと気になってね、窓開けたんですよ。そしたらね、近所の方たちがね、本当に体育座りで車座になって、幾重にも黙ってこう座ってね、僕の歌を聴いてたんですよ。もちろん冗談です。そんな光景を皆さん想像してみてください。窓を開けたらね、近所の方たちが体育座りで車座で幾重にも、怖いですよね、ちょっとね、あのありがたいというよりちょっと怖いかなって、方またね、あの一応決まり、あのね、最近ね年のせいかね、ちょっと右もそうだし左もそうだし、肩重いまあ言えばね済むんですよ、こんな自分が結構。なんですかね、しばらくぶりにねまあ1年半ほど前はよく歌ったんですけど、歌詞はね歌詞がね ありました。歌詞開いてもね、僕ね歌い出すと目つぶるんですよ。目をつぶって歌う癖があるんで、これはね、こうライブハウスとかでね歌う時でも大体覚えてるんですよね。覚えてはいるんですが、生地こう歌集を開くとね、中途半端に見る時があるんです。で中途半端に見るのが一番良くないんですね。あの違う行を見てね、で覚えてる記憶との齟齬によって結局噛むというか、まあそういう、片思いです。人のことなどもう忘れたいよ。だって
どんなに思いを寄せても遠く叶わぬ恋なら気がついた時にはもう愛していた。もっと早くさよなら言えたなんだ。こんなに辛くはなかったのに。ああせめて一度だけでもその愛しい腕の中でこのままそばにいて夜が明けるまでと泣けたなら寄せ歩く恋人たちすれ違う帰り道寂しさ風のように癒されぬ心を持って遊ぶ。あの人の微笑み優しさだけだと知っていたのにそれだけでいいはずなのに愛を求めた方を思い愛を求めた方を思い片思いっていう歌です。浜田省吾さんの歌ですね。はい、それじゃあですね、効果って言えばね、まだ効果の話、僕ね、大学の効果だけはね、もちろん朝礼とかそんなあるわけじゃないんですけど、よく覚えてるんですよ。2番3番まで覚えてるんですよね。イントロまで覚えてる。イントロって言っていいのかな。まあ覚えてるんですよ。変な話ですけどね、たかが効果なんですけど、なんか節目節目でね、その元気を出すときにその効果をね、歌ったことがあるんです。キーがちょっと分かんないですけど、キーはでいいのかな。ミタンタンタンタ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 タンタタン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 森に
そびゆるいらかは我らが母校、我らが日頃の抱負を知るや、新種の精神、学の独立、現世を忘れぬ久遠の理想、輝く我らが行く手を見よや。早稲田、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 チャ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 ン、あ、全然こう、チャ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 ン。早稲田大学のね、校歌って、あの、赤塚不二夫さんがね、バカだ大学ってね、バカだ、バカだ、またそのライバル校がね、あの、低能義塾大学って言うんですよね。低能未塾大学か。まあ、よくつけたもんですよね。早稲田大学と慶応義塾大学って、あの、まあ、野球なんかの早慶戦でね、結構バカ騒ぎするんですよ、学生さんがね。まあ、本当は旗迷惑ですよ、あれね。新宿の歌舞伎町とか銀座とかね、ものすごいですよ。でもね、もう何十年か前はその中に僕もね、いたことがあるんです。新宿のね、歌舞伎町の噴水にこう飛び込んでみたりとかね。なんていうか、はっきり言って、何様のつもりでいるんだっていう目で見ちゃってる今がね、要するに立ち位置が変わってるんですよね。不思議なもんですね。人間ね、立ち位置変わるとね。見方もか、人間ってね、大体立体的なもんなんですよ。まあ、なんていうんですかね、例えば花瓶であってもね、あの見る位置によって模様や形がね、違って見えるわけです。だから、よくね、あんな人だと思わなかったとか、こんな人だと思ったらこんな人だったとか、で、まあ、あるいはよく聞くのは、付き合い出したら変わったとかね、結婚したら変わったとか、親しくなったら変わったとかいう、声をね、結構聞くじゃないですか。また言ったりすることもあると思うんですね。でもね、僕は違うと思うんです。もともとその人はその人として存在するんですよ。もしそれをね、長所欠点という分け方をするならば、長所と呼ばれるような、まあ、あの地域により人により長所と呼ばれる部分もあれば、短所と呼ばれる部分もあり、自覚的長所、自覚的短所もあれば、ね、2つに分けられない、いろんな面があるわけです。まあ、よく言う根っからの悪人もいないし、何もかも全て正しいなんていう人がいたら、それはもう日本は人間ではない気がします。間違いは起こします、ね、で立体的な生き物なんです、人間というのは。だから見る、まあ、その人をね、見せる顔っていうと変ですけど、まあ、向いてる方向やで、まあ、周囲の人のね、立ち位置によって人間って変わって見えるものなんですよ。僕はそう思うんです。今大体何の話をしてたかっていうと、赤塚不二夫さんのね、まあ、天才バカボンっていう漫画でしたかね、あれに出てきたの記憶が、あれ全然またね、脱線に脱線ですけど、あれ本当はね、本当はって言うとあれですけど、あの僕がね、小さい頃天才バカボンっていう漫画でしたんですけどね、あれなんか昔はね、天才バカボンの親父っていうタイトルだったらしいですね。よくわかんないんですけどね。でそこでね、その天才バカボンの親父が出身したのが、そのバカダ大学、バカの王者というかね。でそこのね、ライバル校がね、その低能未熟大学なんだそうです。まあまあ、それだけの話なんですけどね。まあ、立ち位置によってっていう話のついでで言えばね、僕ね思うんですよ。最近もね、このいろいろと、まあ講師ともにね、いろんな出来事というか、やっぱりね、まあ、皆さんと同じように日々いろいろ起こるわけですね。で感じたりするわけですよ。で感じたのが、やっぱりね、言葉としては思ってたし知ってはいましたけど、人間って自分の知識と経験でね、物事を判断しちゃうんです。で裏を返すと、自分のその知識と経験という物差しという範疇に収まらないものを理解できないんですね。でもね、本当は人間は大切なのは口よりも耳なんです。いかに聞くっていう行為がね、大切なのかなって。鼓膜を振動させることはできても、本当の意味で聞くっていうことがね、聞くっていうことをするのは本当に難しい。
気がするんですよ。特にね、耳の痛い話ほど人間というのは聞きたがらない。いい話を求めるわけです。褒め言葉を求めるわけです。でもね、人間が人間をね、なんて言うんでしょう、成長するために生きてるとは言いませんが、でももしも何かこう一歩前に進むことがあるんだとすれば、それは肥やし、肥やしというのは臭いです。耳の痛い話であり、辛い出来事であり、それが人間をね、臭くす、臭くすんじゃなくて大きくする肥やしになるのかなと。この間はね、くだらないね、わけのわからないね、怪談話とかね、なるばっかりやってたんです。今日はね、なんかこうオチがあるのかないのかってなんか喋ってますけどね。東野圭吾さんのね、原作の本で容疑者 X の献身っていうのがあるんですよ。容疑者 X がこうライダー、それは変身、誰も突っ込んでくれない、うーってこれ泣いてもしょうがないんですよね。本当にマイペースです、僕って。こんな自分が結構嫌いじゃないんですけど、その容疑者 X の献身っていうね、その小説の映画化されたのがあるんですよ。まあ同名のタイトルで、そこのね、時代曲で書き下ろしたそうです。福山雅治さんのね、最愛、映画では柴咲コウさんが歌ってました。夢のような人だから、夢のように消えるのです。その定めを知りながらめくられてきた季節のページ、落ちては溶ける、粉雪みたい、止まらない思い、愛さなくていいから、遠くで見守ってて、強がってるんだよ、でも繋がってたいんだよ、あなたがまだ好きだから、もっと泣けばよかった、もっと笑えばよかった、バカだなって言ってよ、気にするなって言ってよ、あなたにただ会いたくて、初めてでした、これまでの日々、間違ってないと思えたこと、日だまりみたいなその笑顔、生きる道を照らしてくれました、心の雨に傘をくれたのはあなた一人だった。愛せなくていいから、ここから見守ってる、強がってるんだよ、でも繋がってたいんだよ、あなたがまだ好きだから、同じ月の下で、同じ涙流した、ダメなんだよって、離れたくないって、ただ一言ただ言えなくて、いつか命の旅終わるその時も祈るでしょう。
憧れたあなたであることを、その笑顔、幸せを、愛さなくていいから、遠くで見守ってて、強がってるんだよ、でも繋がってたいんだよ、あなたがまだ好きだから、もっと泣けばよかった、もっと笑えばよかったのかな、バカだなって言ってよ、気にするなって言ってよ、あなたにただ言いたくて、あなたにただ言いたくて。ありがとうございました。最愛という歌です。この歌もね、本当に無償の愛をね、この歌った歌なんですよ。それじゃあね、最後の曲を、クリスマスもね近づいてきましたので、さっきも同じことを言いましたね。はい、クリスマスもね、このだんだんと刻一刻、日々近づいてまいりました。街もね、イルミネーションがいっぱいになってきました。桑田佳祐さんの白い恋人たち。夜に向かって雪が降り積もると、悲しみがそっと胸にこみ上げる、涙で心の火を消して通り過ぎてゆく季節を見ていた。外はため息さえ凍りついて、冬枯れの街路樹に風が鳴く、あの赤レンガの停車場で二度と帰らない、誰かを待ってる。今宵涙こらえて奏でる愛のセレネ、今も忘れない恋の歌、雪よもう一度だけこのときめきセレブレイ、一人泣き濡れた夜に、わあああ聖なる鐘の音が響く頃に、最果ての街並みを夢に見る、天使が空から降りてきて、春が来る前に微笑みをくれた。心折れないように、負けないように、ロンリネス、白い恋人が待っている、だから夢と希望を胸に抱いて Forever Ness、 辛い毎日がやがてわがががが
今宵涙こらえて奏でる愛のセレネ、今も忘れない恋の歌、せめてもう一度だけこの旅立ちセレブレイ、一人泣き濡れた冬にわがわがわがわ、とわのわがわら、まがわら、ただ会いたくてもう切なくて恋しくて涙。ありがとうございました。最後の曲、白い恋人たちって、言っておきながらですね、もう一曲歌い忘れた歌があったんで歌ってもいいですか？で聞いてもね、この返事のないところがいいんですよ。あ、じゃあね、ぜひにという、ね、ことですんで、まあ、僕の曲なんですけども、赤いノスタルジャーっていう歌をね、あ、そう、この曲もね、女性のね、音楽仲間が歌ってくれた曲の一つですね。とっても綺麗に歌ってくれました。埃りまみれの泣き顔、向かいのあの子は今では見違えるほどに綺麗になったね。缶蹴りしたのはそこの路地裏、狭く長種と消えかかったかかしの白い白い苦笑い、帰り道に落とした老石一つ、この手を伸ばせばすぐにも届きそう。赤いノスタルジア、誰かがじっと見てる、あのマンションの屋上でいつまでも見つめてる、なんてノスタルジア、忘れ去られていた夕暮れを探るように、いつまでも見つめてる。伝えられない言葉がいくつも横たわっている、叫ぶ心飲み込むほどに
たやすく超えたブロック塀、今では超えられない。向こう側はよく見えるのに、心が飛び越えられない。帰り道に見つけた雨に濡れた竹馬、この手で掴んでも自由に歩けそうもない。雨のノスタルジー、時の流れの中に置き去りにしてきた心、大地に染み込んでゆけ。なんてノスタルジーや、忘れ去られていた遠い日の幼い笑顔、優しく染み込んでゆけ。帰り道に忘れた泥だらけのハンカチ、瞳を閉じれば今でもそこにある。赤いノスタルジア、誰かがじっと見てる、あのマンションの屋上でいつまでも見つめてる。なんてノスタルジア、忘れ去られていた夕暮れを探るように、いつまでも見つめてる。夕暮れを探るように、いつまでも見つめてる。ありがとうございました。アンコールで、何がアンコールだかよくわかんないですけどね、赤いノスタルジアという歌を最後ね歌わせていただきました。ありがとうございました。最後まで、お付き合いくださった皆様、本当にありがとうございます。おやすみなさい。